このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のニアです。ボイスロイドのキズナあかりです。チキチキチャンネル、今回の動画のお題はこちら、テンスラ39話についてレビューしていきます。と言っても今回は会議会。人間と魔物の国の会議が終わったら何が始まるか知らんのか。魔王たちの会議が始まる。まあそれはまた次回以降。今回は友好関係を築ける国家との会談の続きということで、とりあえずうまくやっていきたいという話。リムルたちはファルムス国に切れたけど、できる限り友好的にやっていけるところとはうまくやっていきたいという方針。そのファルムスも良くも悪くも前の戦闘でリムル自体はすっきりしちゃったし、死んだ仲間を蘇生させる目的は果たした。ということでヨウム君とミューランを擁立して乗っ取りましょうねー。やはり魔物か。勝ち目がない相手に喧嘩売るもんじゃないよ。まあリムル自体は本当に殺されたしオンたちも復活させたし、なんかすっきりしてるので民間人に手を出す気はないからね。まあここら辺の戦争劇、政治劇も理想を押し通すにはやらなきゃいけないこともあるよというのがテンスラだし、魅力の一つになってるね。結局3期に回るんですけどね。ここら辺のファルムスと西方教会のごたごたが完全解決するのはまだ漫画版でそこまで行ってないからね。とりあえず仲良くしていける部分は仲良くしつつ、足場を固めてどう立ち回っていくのかの方針を固めていくわけだ。とりあえずファルムスの2万人はベルドラが覚醒して暴れて消滅したということにしておく。ベルドラさんになんかあったらリムル様が切れてディアブロ君たちを引き連れて勝ち込みに行くから、あんまり間違ってないんだよな。そしてベルドラが読んでる漫画で、魔国暮らしのトリニティのフォスがちょっと参戦。トリニティもよくできたスピンオフなのよね。完全に日常会のテンスラ日記、いや、結構後のスピンオフである魔物の国の歩き方に比べると、トリニティは良くも悪くも本編だから、2期のテンペストを取り巻く状況を獣人のフォスたちの目線で書いてる話だからね。余裕があるんで、カメオ出演でもいいんで、トリニティ組出てきてほしいところですが、そこは今後次第。とりあえず魔王覇気を使ったりしながら、仲良くやっていけるところとは、仲良くやっていきたいってことで、足場を固めるリムルたち。そういやらミリスの知らせってなんだっけ。多分クレイマンさんが喧嘩を売ってくれたとかそういうんでしょ。クレイマンさんも部下のミューランを殺されたという情報を持って会議ワルプルギスに挑む模様。ミューランさん解放されてヨウム君とイチャイチャしてますがな。そのヨウム君を人質にしてミューランを利用しようとしたのがクレイマンさんだから仕方ないんだ。友達のラプラスはクレイマンが焦りすぎてることを指摘する。もうちょっとここで行方をくらませたら、また違った気がするけどね。しかしクレイマンさんには、いい決してるミリムがいる。そして魔王会議兵。これは会議アニメやね。ちゃんとテンペストとユーラザニアの連合軍が、クレイマンさん軍とドンパチするから、大丈夫大丈夫平気平気。ということで、テンスラ39話でした。次回もお楽しみに。